ストーレ・ソルバッケンは、ノルウェー・コングス・ビンゲル出身の元サッカー選手である。元ノルウェー代表。現役時代のポジションはミッドフィルダー。現サッカー指導者である。選手としては、1995年に、国内リーグの最優秀 MF に輝き、デンマーク一部のオールボービー系と、FC コペンハーゲンで、それぞれ1999年と2001年に、リーグ優勝を果たした。 ノルウェー代表では90年代を終わりまで58試合9得点を記録し、その間に 1998FIFA ワールドカップと UEFA ユーロ2 0 0 0の一員だった。その後、新近高速により2001年3月に現役引退を余儀なくされた。監督としては2004年に国内リーグの最優秀監督に輝き、選手時代を過ごしたコペンハーゲンで5度のリーグ優勝を 果たした。その後、2011から12シーズンに、ドイツ一部の一、FC ケルンの監督に就任するもわずか半年の短期政権に終わり、2012年7月に、イングランド二部のウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC へ移動した。ノルウェー・ソルバッケンは、カイリーグに所属する地元のグラ・イルでキャリアを始め、5期、在籍後の1989年に二部のハムカムと契約。 1990年にはクラブ最多の9得点を挙げ、翌1991年には14得点を挙げ一部昇格に貢献した。昇格1期目は順位は良くなかったものの残留に成功し、1993年には5位と躍進した。1994年に同リーグのリールストロム SK と契約し、2位でシーズンを終えた。翌シーズンは4位に終わったものの、 個人でのパフォーマンスは素晴らしく、ク,ニクセ戦アワードの最優秀 MF に輝いた。その後、首相に任命されるも1997年まで在籍したリールストロムではリーグタイトルを獲得できず、1994年と1996年の準優勝が最高位だった。デンマーク1997年10月に遺金25万ポンドで、 イングランド一部のウィンブルドン FC と契約。ウィンブルドンでは6試合でウエストハムユナイテッド FC 戦での一得点を記録し、二度マンオブザマッチに選出されていたが、ジョー・キニアー監督と衝突したことで短期の在籍に終わった。1998年3月に、デンマーク一部のオールボビー系へ売却され、クラブの首相に就任したソルバッケンは、 1998から99シーズンにリーグ優勝のみにとどまらず、デンマークカップ決勝までクラブを導いた。2000年8月に同リーグの FC コペンハーゲンと契約。すぐさま地位を確立し、クラブを首位に押し上げることに奮闘していたが、その最中で2001年3月に心臓発射に倒れ、シーズンを最後まで戦い抜くことができなかった。 最終的にクラブはリーグを制し、選手として二度目となるリーグタイトルを獲得した。心筋梗塞2001年3月13日の練習中に心筋梗塞を起こして倒れる。クラブの医師、フランク・オードガードにより心臓マッサージをする中、8分後に救急車が到着するも臨床的に死亡が確認されたが、 それから7分後に病院に向かう救急車の中で心臓が動き出し、病院到着後は生命維持装置に置かれ26時間後に意識が回復した。一命を取り留めたソルバケンは現在ペースメーカーを装着しながら生活をしている。この心臓疾患の原因は生まれ持ってのものだったことが判明し、直後に医師のアドバイスにより現役引退を表明した。 1994年3月9日にはエールズとの親善試合でノルウェー代表初出場を飾る。同年の 1994FIFA フフワールドカップの一員には選出されなかったが、大会終了後ほどなくして定位置を確保した結果、1998FIFA フフワールドカップの一員に選出され、グループリーグの2試合とベスト16のイタリア戦に出場した。 次の主要大会である UEFA ユーロ2 0 0 0では本大会直前に負傷した影響でグループリーグ最終戦にして敗退が決定したスロベニア戦のみの出場となった。敗退決定後に32歳で代表引退を表明。ノルウェー代表として合計58試合9得点を記録した。ハマルカメラテネン2001年12月14日に U-18 ノルウェー代表のアシスタントとして、指導者としてのキャリアを始めた。2003年からは2部に所属する、フルスハマルカメラテネの監督に就任すると、2004年にクラブをリーグ優勝及び一部昇格に導き、成功を収めた。それ以来、自身の復活レスレクションとハムカムの救済サルベーションから、 しばしば、ノルウェーメディアにステイル・サルバトーレの愛称で呼ばれた。翌2004年には、一部の舞台で5位に導いた手腕が、評価され年間最優秀監督賞を受賞。2005年後半に、フルス FC コペンハーゲンの監督に任命された。コペンハーゲン就任後最初の数年で2006年と2007年で、リーグ2連覇を達成し、さらに2006年には、ロイヤルリーグのタイトルを獲得。 2006年8月23日に予選3回戦でアヤックスアムステルダムから大金制を挙げ、クラブは本大会進出を果たす。グループステージではマンチェスターユナイテッド FC を1から0で下す予想外の勝利をものにしたが、最終的に再開で大会を終了した。2009年2月16日には、 マンチェスターシティ FC との UEFA カップ2008から09戦前のインタビューで、マンチェスターシティがカカに対して移籍金1億ポンド以上のオファーを出したことを例に挙げ、これほどまでの金額を提示するのは、サッカーを破壊すると主張。最終的に試合は2試合合計3から4で、コッペンハーゲンが敗れ敗退が決定した。一方、リーグ戦では、同年5月にリーグと デンマークカップのおせし、クラブ史上9度目の2巻に導いた。コッペンハーゲンで成功を収めている中での2009年11月3日に2011年6月30日までの現行の契約を延長しないことを発表。その代わり、2012年1月から UEFA ユーロ2 0 1 2予選へ向けてのルウェー代表監督就任が内定し、記者会見まで行ったが、 最終的に指揮を取ることは夢に終わった。2010年12月7日に UEFA チャンピオンズリーグ2010から11グループリーグでパナシナイコス FC を下し、コッペンハーゲン、そしてデンマークのクラブ史上初となるベスト16進出に導いた。ケルン戦術の通り、2012年1月からえぎるオルセン監督の後釜としてノルウェー、 代表監督就任が内定していたものの、突如として2011年5月14日に、フランクシェーファー監督後に暫定監督を務めていた、スポーツディレクターのホルガー・フィンケ監督が指揮する、ドイツ一部の一、FC ・ケルンの監督に就任することが発表された。これに対し、ソルバッケンは、物議を醸す決定だとは承知している。しかし、世界の主要4リーグの一つで、 指揮できる機会を拒否することは難しい。自分自身に正直にならなければ、残りの人生で後悔する。と釈明。また、ケルン側は、ノルウェーサッカー協会に保証として40万ユーロを支払い、ソルバッケンの契約を買ったことが報告された。ちなみに、ノルウェー代表監督にはそのままオルソン監督が指揮を取り続けることになった。 ケルンデンの最初の試合となった2011年7月31日に DFB ポカール1回戦の s c ビーデンブリュック戦で勝利を収めるもリーグ戦での勝利は第4節まで待つことになった。冬の中断期間までクラブは10位だったものの後半戦に入ると急落し残留争いに巻き込まれることになった。この間に選手補強をめぐって スポーツディレクターのフィンケと反目するほか、ピッチ内外で様々な負の事件が連鎖する事態となり、後にソルバッケンは、イエスとジョゼモーリーニョと共に今年は、苦労させられたと皮肉を言った。1、FSV マインツレーモ戦で敗れ、ジュニーを16位に落としたことで2012年4月12日に、解任された。クラブは、前任者のシェーファー監督を呼び戻すも、4試合目の、 バイエル・ミューンヘン戦で敗北したことで17位で2部降格が決定した。ウルバー・ハンプトン2012年5月11日に7月1日からテリー・コナー監督の公認としてウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC の監督に就任することが決定。2011から12シーズン終了時に2部に降格したクラブの指揮を取ることになったソルバッケンは 最初の式となった、フットボールリーグカップのオールダーショット、タウン FC 戦で、PK 戦の末に退けた。リーグ戦では一時3位と躍進していたが、徐々に不振に陥り、年をまたぐと18位となった。FA カップで、カイリーグのルートンタウン FC に敗戦したことで、公式戦4連敗となり、2013年1月5日に、解任が言い渡された。 コペンハーゲン復帰2013年8月21日、2年ぶりにコペンハーゲンの監督に復帰することが決定した。ありがとうございます。